今回はアルカリ性あの苦くて物を溶かすものですがその原因となる物質これを見ていきますまず最初にこの酸性アルカリ性これ確認をしておきます酸っぱくて物を溶かす酸性身の回りとしては塩酸とか酢酸,酸がありましたまた苦くて物を溶かす能力を持ったやつ水酸化ナトリウム水溶液とか石灰水とかがありました でそのうちのこちら酸性酸っぱくて物を溶かすものこの正体は水素イオンと言われるものだというのが出てきましたがでは今度このアルカリ性の原因物質これは何なのかこれをまた同じような実験で見ていきます。では続けてアルカリの正体これを見ていきます。実験装置 まず真ん中に今度は赤色リトマッシを置きましたそしてそこにアルカリ性の水溶液を染み込ませた糸を置きますそうするとどうなるかなんですがこのアルカリ性これ苦くて物を溶かす苦いものだいたい食べ物にない色青く物を変化させましただからこの赤色リトマッシこれ青く変化するのでこの部分青くなるんですがここに 電気をかけますそうするとこの青が変化しますどう変化するかと言いますとこれアルカリ性のものこの青ですがこれが今度はこちら側電気のプラスをかけた側に移動していきますこのことからわかることがあります何かというとこのアルカリ性苦くて物を溶かすこの原因の物質はプラスに引かれるつまり マイナスの電気を持っているんだ。こんなことがまずこの実験からわかります。また他の実験からこのアルカリの原因物質、これ電気をかけ続けると二つのものができます。何かというと水と酸素がいいんできますね。つまりこれ、あ、このアルカリ性の原因の物質は水とか酸素この物質これが入っているものだとわかります。 そこから出た結論アルカリ性の物質は水素と酸素 O 酸素と水素 H この2つがくっついてそしてそれ全体がマイナスの電気を持ったもの o h ス。これ日本語名では水素と酸素がくっついてイオンになった水酸化物イオンというふうに言うんですがこの水酸化物イオンこれが苦くて物を溶かす アルカリの正体だこれが分かりましたまあ、今回のこの単純な実験からはこれが分かりますこのアルカリ性の原因物質これ電気をかけていくとプラス側に引かれていくということはこのアルカリの原因物質はマイナスの電気を持ったものまあ、マイナスの電気を持ったものをインイオンと言いましたマイナスのインイオンだというのはわかるそしてさらに詳しい実験をしていくと アルカリの正体はこの OH- 水酸化物イオンだというののが分かるこの小学校以来出てきたアルカリ性苦くて物を溶かすものはこの水酸化物イオン o h スだこれが今回のポイントです今と同じ内容を確かめる実験別のものを一つ紹介します。まず最初に ちょっと準備がが必要なんですすストローを用意しますそしてストローの中にゼリーを詰め込むんですがこのゼリー BTB 溶液という酸中性アルカリで色が変わるこんな溶液を入れたゼリーを用意しますそしてそのゼリーをストローの中に入れてその後ストローの真ん中に切れ込みを入れてここにこのを入れて アルカリ性の水溶液これを浸した紙を入れますそしてこれ両端からまた電気をかけますまあ今回こちらマイナスこちらプラスこうして電気をかけていきますそうすると何が起こるかさっきと全く同じことですこの BtB 溶液これアルカリ性のものがあると青く色が変わりました だからもちろんこれこれのようにアルカリ性のものを差し込むとここ色が青く変わるのですがそこに電気をかけるとこの色の変わり方特徴が出ます何かというと先ほどで結論出てますがアルカリの原因物質マイナスの電気を持ったいわゆるインイオンでしただから電気をかけると反対側のプラスこちら側に引かれるなのでこう最初ここにあった青これがどん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  こっっちに広ががていいくという現象が起きますこういうふうにこのストローの中に BTB 溶液を溶かしたゼリーを入れるでそこでこういうふうにアルカイ性の溶液を入れて電気をかける先ほどのリトマッシュを使った電気の実験それと合わせて出てくるので押さえておいてほしいと思います。 では、今までの内容を踏まえて、練習問題に入っていきます。練習問題。ストローこの中に。B. T. B. 溶液を入れた寒天、まあゼリーと同じですね。これを入れました。そして、この真ん中に。水酸化ナトリウム水溶液。まあ、いわゆる、これ、アルカリ性の代表です。これを入れます。そうすると、B. T. B. 溶液の色がまず変わります。で、さらに、そこに。 電気をかけますこれどちらでもいいんですがこちらマイナスこちらプラスとしておきましょう電気をかけるそうするとこの色の変化移動しましまた1番この寒天の色はまずどのように変化したかなんですがこれアルカリの原因物質これ確かめていくとどん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 プラス側に色が変わっていきました正解は陽極に向かって色が変化していったんですね。 参考までに BTB B 溶液アルカリ性のものだと青くなりますだからこの実験青がどんどんプラス側に広がっていくこういう現象が見られますでは続けて見ていきます二番この電気を流すそうするとこのプラス側に向かって色が変化が続いていきましたさてこのように変化したのは何が移動したからですかという問題です ここののの何というのはこのアルカリの原因物質アルカリの原因物質何だったかといいますと水素と酸素がくっついてそしてマイナスの電気を帯びたもの日本語で書くとこれ水酸化物イオンでした今回のこの実験からあこのアルカリの原因物質はマイナスの電気を持っているんだ。また別の実験から このマイナスこのアルカリ側が出てくるものが水と酸素だから酸素と水素両方を持つものだったそこから o h ス水酸化物イオンがアルカリの正体だというふうに分かりましたでは今回のまとめに入っていきます今回のテーマは「アルカリの正体アルカリの原因物質」という話でした。 まず、最初にこれ実験装置を用意します。真ん中に赤色リトマス紙を置く、そしてそこにこのアルカリ性の水溶液、これを染み込ませた。糸を置きます。このアルカリ性、これによってリトマス紙どんな風に色が変わるかなんですが、まあ、アルカリ性苦いもので食べ物にない青色に変わりました。だから、これ水溶液を染み込ませた。糸を置くとこの辺りまず青色に変わります。 で、さらにそこにマイナスプラスと電気をかけていく。そうしたらどうなったかと言いますと、この青色がこのプラス側。こちら側に広がっていったんですね。このことから、あ、アルカリの原因物質。これはまずマイナスの電気を帯びている。インイオンだというのがわかりました。さらに他の実験から、このアルカリの原因物質。これ、水素と酸素を含んでいるというのがわかりました。それを組み合わせてできたアルカリの正体。 アルカリの正体は水素と酸素がくっついてマイナスの電気を持った OH- 日本語では水酸化物イオンという物質でしたまあ今回のこの目の前にあるこの実験から分かることこれ最後ポイントにしますこのアルカリ性の能力を持った物質これは電気をかけるとプラス側に引かれていく そこからあアルカイの正体はマイナスの電気を持った陰イ,イオンなんだそしてさらに別の実験と組み合わせとその正体は o h スという水酸化物イオンだったんだとこれが今回のポイントでした。では次回の事授業内容の予告に入っていきます。次回のののテーマは中和というものです酸性の水溶液 これ何かかとというと酸っぱくてて物物を溶かすそしてそしの原因物質はプラスと言われるものでしたアルカリ性これ苦くて物を溶かす物質原因物質は o h スというものでしたではこの酸っぱくて物を溶かす酸性苦くて物を溶かすアルカリ性この2つの薬品を混ぜると何が起こるのかこれ実は中和という現象が起こるんですが。 次回はこの酸性とアルカリ性の水溶液を混ぜた時に何が起こるかこれを見ていきます。